毎度ありがとうございます。ヤモリフミです。皆さんは麻雀やったことあるでしょうか？やったことある人は見てる人の半分ぐらいかななんて思っちゃったりしてるんですけども、まあ、私もですねたまーに麻雀をたしなんだりするんですよ。まあ大体ネット麻雀で遊んでるのでこうやってリアルで麻雀をすることってあんまないんですけど、今回はねこのリアル麻雀のですねとある技を極限まで鍛えていこうと思います。大変だった。はい、麻雀やってるとですねこういう感じで牌を積んで遊ぶんですよ。でですねこうやって牌を積むときにですねどうやるかっていうと、ここにですね2つの牌の列があるんですけど、これをこの上に重ねて山にするんですよね。こういう感じに、そうこういう感じです。そう、確かねこれ専門用語があって何て読むかわからないけど、積む牌と書いて積牌って読むんでしょうか、よくわかんないですけどね。まあこういう牌を積むっていう行為がアナログ麻雀には必要なわけなんですよ。この技術をね極限まで磨いていこうと思います。まあもしこれができるとね、麻雀やるときにこうパッて颯爽と積むと、キャーフミさんかっこいいとモテモテになるかもしれない。まあ女性と麻雀打ったことないけどね。というわけでやってまいりましょう。まずは一段から。うっそー、ここだ、これだ、難しい、いくぜ、パン、できました。いやもう茶番はいいんだよ。じゃあ次二段だ。はあ、いくぞー、えい、できたー。だから茶番はええねん。3段テイ、まあ、こんな感じでサクッと積んでいきましょう。4つはい、5つはい、6つはい、もうこの辺りから両手使わないとちょっとしんどくなってきますね。7つセイ、8つセイ、セイ、よし、なんだこの練習は。9つセイ、セイ、よし、できた。10個はい、待て、そんなことはない、待て、そんなことはない。まあ10個までは余裕ですね。ふふ11個はい、12個せい、よし、13個ちょっと待って怖い、はい、よし、14はい、オッケー、15はい、よし、16よし、はい、17、ネットで調べた限りだとですね一般的な麻雀は17列のものを2段に積むそうです。だからこれができると普通の麻雀でこの牌を積むっていう行為がさらっとできるということですね。17、よし、いったぜ。これでね私が普通に麻雀をやっても問題なくね牌をこうやって積むことができるはずです。さあここからは普通やらない領域だ。18、普通の麻雀ではここまで牌を並べない、普通ならいくぜ、はい、よし、いった、よし、す、19、ちょっとだいぶ列が長くなってまいりました。ここら辺から難しい。あー、あー、ふっ、ふっ、あー、よし、乗った、よし、ここら辺からね、かなり難易度が上がってまいりましたよ。よし、来た、大台だ、20、いけるか、オッケー、いけるぜ、いけるぜ、もう、手がやばいことになってきた。あー、手が震える、やはり20という大台の前には何かしらハードルがあるようだ。ちょっと整えて、くせ、ほー、一気に行こう、勢い、勢いです、はっ、わー、見えちゃった、見えたらあかんのですよ旦那、くせ、でも勢い大切っていうのは分かった、はっ、はい、おー、よし、くせ、これで決めてやる、はーい、イエーイ、あー、なんとしても20段成功させる、はい、お、来たー、よっしゃー、20成功。もうねちまちま1列ずつ増やしていてももうめんどくさいので一気に増やします。25個、よーし、壮観だ。普通の麻雀ではまずこの長さを積むことはないはず。これをね一気に決めたらとってもかっこいい。いくぜ、鮮やかに鮮やかに決めてやるぜ、せーの、はい、よーし、オッケー。やっぱ勢いだけじゃダメだ。きっちりとね、いけると判断してから積まないとダメだ、これはね。ちょっとね、一回これ、持ち上がりさえすれば、持ち上がりさえすればね、これいけるんですよ。せーの、はい、あーイエーイ、あーくそー、また用意するのがくそめんどくせー。3度目の正直だ。いけるはずだ。わかった。ちょっとリーチを長く取る。これで、よし、はっ、あ、いけましたね、25列。いや、意外といけるもんですね。私はまだ上のレベルにいけるようだ。よーし、スタンバイ OK です。次は30です。
もう麻雀卓に収まるギリギリの幅なんで、もうこれ以上長い列は普通の麻雀では絶対に作らないはず。だからね、これができれば私は麻雀であらゆる牌を積みこなすことができるはずだ。よし、行くぜ。こいつがラスボスだ。かっこよく決めるぜ。はっ、よし、再び舞い戻ってきたぜ。これね、まず積む前に牌の列をきっちり整えることがとっても大切。ちょっとでもずれてると一気に爆発するから。これよし、次はね、もう持ち上がったら一気に置く。ちまちまやってるとこの牌の真ん中ら辺がくるってなっちゃうからね。まずは持ち上げてから、あとは勢いだ。くせ、うん、持ち上がった、ゴー。いけたー、やったー、いけたぞ。よっしゃー、よし、とりあえず戻そう。はい、うわ、すげー、ちゃんと戻せた。はい、まさかできると思ってなかったんで、さらに上に挑戦してみたいと思います。というわけでですね、もういけるとこまで行ってやろうと思いまして、麻雀卓の幅が許す限界まで並べてみました。40列。これできたらね、もう麻雀でありとあらゆる牌積みが可能となりますよ。もうこれぞ境地。くせえ、最後だ。見ててください、30列を成功させて私の麻雀テクを華麗に決めてやりますよ。レッツ。